どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新時代の迷惑デッキをね、使っていきたいと思います。多分ですね、シャイニング松坂は言うでしょう、あれ迷惑じゃないってね。アロマデッキです。アロマめちゃくちゃ強くなりましたね。めちゃくちゃ強かったけど、ちょっと無課金で組めるかって言われるとちょっと微妙で、あの潤いの風3必須なんですよね。なんで、これ新しいミニボックスをまあ向いてもらって、これ3枚集めていただければ、まあ強いアロマデッキが組めるんじゃないかなと思っております。どんな戦い方をするかっていうと、ものすごい、操作量なんですけれども、デュエル、回復しまくって、で最終的に、ブリューナーで全バウンスして、ベルガモットと、ローズマリーでモンスター効果を無効にしながら殴るっていうデッキです。まあ大体これが決まったら勝ちなんですよね。で、あのね、ほんまに強いんですよ。あの強いっていうかね、投げんだよ。でね、操作の選択肢が無限に多いんで、めちゃくちゃプレミします、このデッキ。結構むずいです。もうなんか無課金御用達、お手軽トレーダーでできる簡単デッキではなくなりました。プレイングがいります、かなり。私には使いこなせないデッキの、あの筆頭候補と、なっておりますが、このね、新しく来たアロマガーデニングっていう、カードが、潤いの風と、恵みの風を、まあ、フィールドに揃えて、であとはモンスターで戦っていくっていうデッキですね。で、魔法トラップゾーンの3枚埋まっちゃうんで、もう永続ばっかりなんですよ。だから、この辺のカードを、あれですね、他のなんか種類のカード入れられないんですよ。要はこの3枚を場に揃えていくっていうゲームになるんで、だから多分ね、他のカード入れても腐るから入れられない、まあ、この3種類に絞った方がいいと思います。で、カワケの風ってのもあるんだけど、あれ多分いらん、使ってて思ったけど、あれ多分いらん、あれ別になくてもいい。で、どうやって戦っていくかっていうと、説明すること多いんだけど、アロマガーデニングは、植物族アロマモンスターかが特殊召喚かを召喚に成功すると1000ライフ回復できますよっていうのと、あと、LP が相手より少なければデッキから相手のモンスターの攻撃宣言時に、アロマモンスターを特殊召喚できるよっていう効果持ってるんで、これでまあ耐久もできるし、回復してそのアロマの効果を起動していくっていうこともできます。で、潤いの風は、書いてること結構強いんだけど、1000ライフ払ってアロマモンスターをデッキからサーチするっていうのと、相手よりライフが少なければ500回復できるよっていう効果。で、恵みの風がね、これキーカードですね。かなりキーカード。手札か自分のフィールドの表が表示のモンスター、植物族をね、墓地送ると、500ライフ回復できるよっていう効果。そして、自分の墓地の植物族モンスター1体を戻して、デッキにね、LP を500回復するよっていう効果。そして、1000ライフ払うと、墓地からアロマを特殊召喚できるよっていう効果。これがすごい強いんですよ。1000ライフ払って墓地から特殊召喚。で、結構、LP、ライフには余裕があるんで、あとフリーチェーンで回避できるっていう効果ね、これ。丸上と、真ん中は。だから、この500ライフ回復して、アロマの効果を使っていきながら、1000ライフを払って、墓地からこう、良きモンスターを特殊召喚していくという。そうやって戦っていきます。で、やっぱりね、エンジンがアロマジャスミンね、ジャスミンちゃんの、この幼女、やっぱりね、遊戯王はね、幼女が強いんですよ。幼女が強い、遊戯王は。ジャスミンで回復したらワンドローっていう効果と、あと召喚権、相手よりライフが多ければ召喚権増えるよっていう効果を使って、展開とドローを行って、めちゃくちゃ手札増えるんですよ。めっちゃ手札増える。途中ね。で、それで最終的にはその増えた手札、被ってるガーデニングとか、もうガーデンとか捨てちゃっていいから、こういう被ってるやつを全部ブルーなんて捨てて、相手の盤面を全部掃除するっていう、そういう、戦い方になります。で、新規モンスターで、マジュラムっていうのがいて、こいつが植物とか戦闘で破壊されると、手札から特殊召喚できるよっていう効果で、500ライフ回復するよっていう効果に、さらに LP が、相手より多くてこいつがモンスターゾーンにいれば戦闘ダメージがゼロになっちゃうっていう効果、これ結構ね、バカンできないんですよね。で、自分の LP が回復したら、墓地の相手の墓地のカードを自分のアロマの数だけ除外できるっていう、これがね、やっぱ墓地除外も手に入れたんで、すげえ強いんですよ。で、マジュラムさんね、太ももが綺麗。これ生放送でも言ったけど、太ももがね、綺麗。
イシュタム様と、まあ、多分同レベルぐらいの美しさはありますね。非常に。これはなんだ、このなんかふくらはぎのタトゥーだ、これは。俺タトゥー、入ってる女性嫌いじゃないぜ。嫌いじゃねえ、俺は。そう、ちょっと危険な匂いする女性も嫌いじゃねえ。で、まあ、そういうあのギミックを使ってうまいこと、戦っていくっていう感じですね。で、ローズマリーがやっぱ結局強い。こいつがね、アロマが植物毒が攻撃する場合、相手がモンスターの効果発動できないよっていう効果を持ってるんですよ。だからローズマリーを立てて、ベルガモットを殴るときとかってもうほとんどもう相手なすべないから、なすべなしでもうライフ取られるしかないんですよ。めちゃくちゃ強いっす。というわけで早速ですね、僕のプレミが何回あるか数えていきましょう。デュエルスタンバイ。みんな助けてよ、これ無理だよ、これ喋りながらマジ無理だよ、これ実況殺しデッキだよ、これ無理だよ、こんなの。俺よくやってると思うよ、俺これよくやってると思うよ。いや、まあ、やれてないんだけどね。まあ、ちょっとアルマジローズマリー召喚して、これ効果使わせんとだ。趣味になっちゃうとめんどくせえわ。趣味になっちゃうのはめんどくせえ。で、潤いの風あるんで、一応1体守備にはできますね、相手のモンスターは。あー、オッケー、ここの獣どっち、メタそれともサンダー、サンダーオッケー、サンダーオッケー、サンダーオッケー、雷、雷電流オッケー、雷重流、雷電流オッケー、問題はない。1体守備にできるんで、まあそこそこの守備、なんだろうな、防御力はあるんでしょうね、このアロマージローズマリーっていうカードが。一応潤いの風がフリーチェーンで自分のライフが減ってれば回復できるんで、サンダーとか強いの普通に。はいはいはい。で雷重流か、オッケー、いいよ。2400を守備か、だからオッケー。潤いの風で、潤いの風効果発動して持ってくるのはさすがにジャスミン、ジャスミンティー、ジャスミンティー。ちなみにジャスミンティーってうまいよな、俺お茶の中でジャスミンティーが一番好きだわ。で潤いの風の効果発動、これ雑談してるとプレミすんだよ、これ雑談してるとプレミすんだって。よしよしよし、強い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 、いいぞ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 、いい、素晴らしい。ベルガモット来た、ベルガモット来た、ベルガモット来た。でアロマージジャスミン召喚も確定で、アロマージジャスミンの召喚確定していて、でガーデン効果が先か、ガーデン効果、ガーデン効果で回復して守備のやつ守備にして、あでも回復、なるほど、ミスったな今の。潤い先か、潤い先にやってからやったな今。いや潤い先くさい、ミスった、やばい。ちょっとまたミスったやんけ、クソむずい、やばい。潤いの風、潤いの風効果発動、潤いの風の効果発動してサーチして持ってきて、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 で何持ってくるかというと、まあまあ、マジョラムなんじゃねえ、これさすがに耐久した方が強そう、マジラムで。で回復をして、でバトルフェイズ、バトルフェイズ移行しましょうか。クリボールあるのかな、クリボールあるかどうか知らんけど、とりあえずやつは殴っていいか、やつは殴っていい、まあボールあるね、ボールはあると、ボールある、 OK 了解。ちょっと今ミスったわ、これ多分先に潤い発動しといて、ライフ減らした後にガーデンすると上回るからモンスター効果使えないっていうパターンになるんで、多分潤い先でしたね、ごめんなさい、プレミしました。はい、まずプレミ1個、まずプレミ1個、息を吸うように、息を吐くようにプレミしていく。いやほんまにさ、なんか選択肢が多すぎて、でライフ上限じゃねえや、増減もう、あーやばい、雷合流か、雷合流 OK、 雷合流 OK で今フリーチェーンで守備にできるっていう効果があるのか、なるほどな、はいはい OK 了解。バトルフェイズ入っていく、で殴っていく、で潤いの風の効果でとりあえず回復して、回復して効果で守備にすんのは雷合、
趣味にすんの雷号でワンドローは入る、ま、こいつらはやれてもいいや。マジュラムが出る。オッケー、ガーデニング来た。オッケー、ナイス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 。でここでサーチ入れるのは意味わかんないから、まあ、一旦流して、でここでマジョラム効果で、マジョラム効果で特殊召喚していく。で回復して、オッケー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 、いいよ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 、今のところいいよ、いい感じ。あ、それ殴る、なるほど。雷源流あんのか、雷源流オッケー、まあまあまあ、これはで、ガーデン効果、まあ一旦一度しかマジュラムは出せないんでこれでいい。で、潤いの風の効果を発動し、で、サーチ入れてもうちょっと助けて誰か、むずい、ダメだこれ、無言で回すデッキだ、これこれ無言で回すデッキ。やっぱさ、遊戯王デュエリンクスでさ、無言でやった時が一番強いじゃん、全員そうだけど。全然さ、恵み来ないやん、恵みゲーなんだよな、恵みゲーなんで。潤いと恵みが揃った時めっちゃ強いんだけど、まあ、とりあえずジャスミンで召喚するわ。ジャスミン召喚してガーデンの効果は発動していく。ガーデンの効果でワンドローを入れながら、あ、ツードローか、ツードローを入れながら、はい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 、オッケー。で恵み来た、やっと来た。これでこれで一応あれですね、アロマ最強場面ってやつですね、アロマ最強場面になった。ただローズマリーが墓地に行ってる、ローズマリーが墓地に行ってる。ブリューナクで戻してもモンサコが使わせちゃう、だったらエンド、だったらエンド。ローズマリーが多分2体入ってるといけるっていうか、時間がやばい、あと40秒ってやばくない、これかなりやべえぞ、かなりやばい。これは集中さ、集中しろ集中しろ集中。今回のさ、動画のさ、時間やばそう、どんだけ時間かかるこのデッキ。バトル OK、 いや絶対俺アロマ下手くそやわ、回すの練習量足りてないもん。はい、いいよ。でアロマガーデン効果で1000ライフ回復しながらの、しながらの、ほーんとワンドローも入りの、ああああああ、いいよ、それはいい、全く問題ない。ジャスミン OK、 で OK、 ライデンリー OK、 OK、了解、そこまで了解。それはそれはマジョラムが出る、でマジョラム出て無限壁、無限肉壁出てくる、無限肉壁来た、でめっちゃ回復するOK、 よしよしよし、いいぞ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 、頑張れ頑張れ。あとは、ローズマリーを、ローズマリーを特殊召喚しながら、ローズマリー特殊召喚しながら、ブリューナクでもいいし、あれでもいいね、ベルガモットでもいいね。いや、やばい、時間ない、やばい、助けて、こいつ殴るか、こうじゃないですか。で落ち着け、恵みの風効果で、ここで蘇生するんは、ジャスミンで、ガーデニング効果発動せず、でもうちょっと一回もドローする必要ないから、ここをドローする必要ないから、もう時間ないからここ行くしかないわ。これやることいっぱいあるけど、まだやれることいっぱいあるけど、ガーデニング効果でワンドローじゃなくて、打点上げながら、守備表示にして、でこれでライフ上回ってるから、相手の4000を超えればいいんでしょ、4000超えればいい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 、ちょっとやばいやばいやばい、時間ない時間ない、あかっよーちょっ助けて、マジでこのデッキ実況は無理。さあお相手の方、ゲス崎ゲスコ先生ですね、よろしくお願いします。これは先にローズマリーで、アロマガーデニングでセットサインド OK、 やっぱバランス安定すっから強えな、トラップ魔法モンスター1だから、まあちょっと上級モンスターだけしちゃうっていう、その
マジュラムだけ来ちゃうとか、あのベルガモットだけ来ちゃうっていうパターンはあるけど、まあ、そのパターンの時にガーデニング来てればいけるし、あの潤いが来てればいけるんで、なんだかんだ出た、出ました、クソデッキ、クソオブクソデッキ、クソデッキオブザイヤー2019をあのあれですね、あの受賞しました、クソ、ライフコストゼロデビフラ、キャバロリーサイバーエンドドラゴンワンキルですね、これは。はいはい、いいよ、いいだろう、いいだろう、いいだろう。いや意外と耐えれんじゃねえから、なんか頑張ればいけそう。ガーディングと潤いがあるで、一応破壊されてマジュラムが出てくるから壁にもなる、あとは3500っていうこの灯火、風前の灯火のライフをなんとか私は守ればいいっていうことですね、守ればいいということ。 OK、 メインフェイス終了前、いいよ、 OK、 対象に取るカード1回2回向こうね、了解、2回向こう、 OK、 OK、 了解した、それは甘んじとけよ、甘んじとけよ、1200でマジュラム効果特殊して、特殊してでマジュラム効果で回復しながらの相手の、ディアンケットを除外していく、はい、で3100に下がっていく、2000引くでしょ、待って計算するわ、3100引く2000は1100だから700、ちょうどなんか、まあでも回復があるから多分いけるな、回復があるからいける、あてかんダメージ食らわないやん、マジュラムだ、マジュラムは、マジュラム戦闘ダメージ食らないからいけるわ多分、これスルーだ、これスルーだ、 OK で、それ殴られるのは別に、これ蘇生しちゃっていいな、これ蘇生しちゃっていい、これ蘇生しちゃってよくて、でモンスター効果無効ヤーツか、いやでも無効ヤーツすると守備になっちゃうから対象取っちゃうから、こうか、こうだな、でアロマガーデニング効果でワンドロー、ワンドローじゃねえ、ワン回復、ワン回復で、ワン回復からの、これで、ガーデン、ガーデン、効果、除外、で、絶望の、アロマーチローズマリーだ。きた、これ分からせる、分からせるわ、分からせるわ、完全完全に分からせる、効果は発動しない、もうなんか対象取るからしない、バトルローズマリーがいる場合、植物とかモンスター攻撃する場合、相手はモンスターの効果を発動できない。今どんな気持ちねえデビフラさん、今どんな気持ち。さあお相手の方、闇マリック選手、よろしくお願いします、デュエルスタンバイ。いや闇のゲームまあまあだりーな、まあでも一応回復できっからなんとかなるとは、もうプルガトリオっていうやべえモンスターだけど、あーそっちパターンね、そっちパターン、オッケー、闇のゲーム妖精獣の方、オッケー、イージダムチ、オッケー、オッケー、セットセット強いな、セットセット強いな、セットセットは強いな、ドロー、ローズマリー来た、あローズマリーは強いね、ローズマリーはめっちゃ強いで、さすがにアロマジャスミン、アロマジャスミンのに召喚でアロマガーデニングの効果発動しまお前アロマガンメタしに来てんじゃねえぞ、アロマガンメタ来てんじゃねえぞてめえ、いやまあそこそこ多いけどさ、今アロマガンメタしに来てんじゃねえぞてめえ、いや下っちでも、や積みか、これこれ積んでないですかね、これこれ俺積んでますよ、もしかして積んでるくせえ。キモすぎんだけどマジで、下っちによる副作用エグすぎて、無げつない副作用が、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、ブルガモット
ベルガモットがベルガモットベルガモットでアロマガーデンに効果発動するとマジやばいから、やばいこと起きるから、これはもう無限にベルガモットベルガモットビートベルガモットビートしよう。ベルガモットビートだ。オッケー。あの癖はねどうでもいい。あの癖なんか俺知らん。どうでもいいよあんなカード、どうでもいいよあんなカードは、どうでもいい。いけアロマアジローズマリー。ガーティングの効果発動しない、うるさいな。もうバトルだ、いけ。魂で魂のうおーしーのうおーしーのうおいいぜ、わかった、いい、わかったよ。俺はな、てめえの手で、てめえの手で死にはしない。俺は俺の手によって死んでいく。いいぜ、俺はアロマージマジュラムを手札に加え、そして潤いの風の効果発動、一旦に一度500ポイントライフを受けることができるダメージをそしてアロマージスラミアンデリカの効果、100ポイントのダメージを受けることができる。ふん、これがアロマデッキだぜ。